い、どうも、くらちゃんです。じゃあ本日はバージョン 7.1 に入ってから旅芸人とデスマスターが大幅強化されました。今回はそちらがどんな感じなのかっていうのを紹介していきたいと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。まあ旅芸人なんかはたたり名演舞っていうそういう特技が追加されたりとか、デスマスターに関してもまあいろんな特技が追加されたり、その他にも従来の特技がちょっと調整入ったりとか、まあ結構あったんで、まあ、あとはデスマスターの一番でかいところで言えば治療の強化ですかね。まああの辺がやっぱかなりでかいのかなって感じはしました。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきます。では実際にどんな感じの強化があったのかっていうことで、まずは旅芸人に関してなんですが、悪い効果が敵に付与している状態で強くなるこちらのたたり目演舞、その他にも扇乱舞貝になったりとか、まあこの貝ってついてるやつはルカニが入るようになったりとか、魅了が入るようになったりとか、まあ正直火力面での調整っていうのはなかったんで、一番でかいところで言えばたたり目演舞ですかね。またハッスルダンスの距離も伸びるって感じですね。まあ扇旅芸人が結構強くなるんじゃないかって言ったところ、まあこのたたり目演舞、対象モンスター1体に3回攻撃、対象に悪い効果が付与されているほどダメージがアップ、まあいろいろスキルラインも調整が入りまして、非常に状態異常がかけやすくなったのかなって感じはしますね。またタッツィから覚えられるスキルに関してもチャージ時間マイナスだったりとか、まあもろもろ入りました。あとはハッスルダンスとかの回復量がキャップがちょっと上がったので、まあ単純に回復量が少し上がったのかなって感じはしますね。まあ実際使ってないんでどれぐらい回復するかわかんないですけど。であとはデスマスターに関してなんですが、この不死身の天使と、であとは冥府の女神、これが使えるようになったって感じですね。それぞれ特徴っていうか効果が書いてあるんですが、不死身の天使に関してはデスパワーを1段階消費して対象に効果時間60秒の天使の守りを付与。さらに冥府の女神に関してはデスパワーが最大になった際に自身に女神の祝福を自動的に付与するということで、まあ単純なパッシブスキルみたいな感じと、であとは味方に1段階デスパワーを使って天使を付与するっていう、まあなかなかに使いやすいというか、かなりありがたい、そんな感じの特技で、でさらにデスパワーの回収率もだいぶ上がりまして、本来3回やんないと1ゲージ溜まらなかったものが2回やったら1ゲージ溜まったりとか、でその他にも 1.5 ゲージしか溜まんなかったのが2ゲージになったりとか、まあとにかくゲージがめちゃめちゃ溜まりやすくなったって感じ。あとは資料覚醒術なんかも使ってから30秒間ダメージ完全ガードが続くっていうことなんで、まあかなり使ってから瞬殺されるっていうことがまあなくなりましたね。あとはこのなんかこれまであんまり意味なかった資料の導き、これなんかも使うことによってダメージが上がるらしいんで積極的に使っていきたい。その他骸骨とかゴーストとかこの辺が特技威力とか、であとは守備力とか、まあもろもろ追加っていうか強化されまして、であとはコマンド感覚に関しても5秒から4秒になったりとか、まあ割と強くなったのかなって感じはしますね。まあこの辺は実際にね、またちょっと別で撮っていきたいとは思うんですけども、まあこのような感じでたくさん強くなったんで、とりあえずこのメイブで試していきたいと思う。今回のパーティーに関してはこんな感じで、まあいつものニードルマンに、であとは今回強化された旅芸人と、であとはデスマスター、この構成でやっていきたいと思います。まあ自分なんかは火力に関してはとりあえず最大火力かなっていった感じですね。たたり目演舞がどれぐらい強くなったのかマジで楽しみ。宝珠とかもちゃんとつけています。はい、というわけでじゃあどれぐらい強くなったのか、まあとりあえず戦いのビートをやりまして、であとはちょっと感電とかその辺を防ぐ術がないので、まあ、ちょっとうまいことやって、なんか死んでるぞこれ。あ、いや大丈夫、必殺が来たんで、まあ、ここは問題ない。とりあえず敵に状態異常とかを付与しないことにはあんまり強くないらしいので、まあその辺を頑張ってつけていただいてですね。ちょっとやばそうだな。とりあえず回復を挟みながら、よし、これで OK。ただちょっと限界王の首飾りつけるの忘れてて、攻撃力が下がってしまったので、まあ、ここはちょっと自分にバイシオンでもかけますか。よし、これで1段階。で、毒なんかはこれデバフに入るのか。状態異常っていうことで言えば確かにデバフではあるんだけど、まあ、ちょっとよくわからん。とりあえず、たたり面部やってみましょうか。これで、まあ、1600ダメージぐらい。そんなに強くないっすね。とりあえず癒しのメロディーでもやっとくか。これやっといて、やべ、あ、死ぬかも。オーマイガー。ちょ、まあ、こういう時もある。まあ、大丈夫。デスマスターがね、大丈夫。蘇生すると、バイキルトとかかけてくれるんで、大丈夫、この辺は。で、あとは、ちょ、待って。たたり目演舞が、ちょっと思ったより強くない。これ、ショックとかは？あ、一応多分、ショックに関しても、状態上っぽい感じらしい、扱いとしては。多分ね、ダメージ上がったもんね。で、今ショック入ってなくて560ぐらいやったけど、ああ、上がってますね。
まあ、とりあえずなんか敵にもろもろつけられれば多分全部デバフとして見なされるのかもしれない。なので、でもな、どうすればいいんだ。とりあえず百花繚乱とかやってみるけど、メイブに入んねんだよな。そもそも状態異常がいろいろ入る敵ってなんだろう。あ、これであれば大丈夫。ボミオスがかかる。扇の前であればボミオスがかかる。で、あとはこれボミオス1段階と2段階ってどういう判定になるのか、その辺が謎ですね。どうなの、2段階入ったら2つ入ってるってことになるのか、それとも1段階でも2段階でももう1個だけみたいな扱いになるのか。で、あとはトリックゾーンとかちょっとこの辺で、はい、もう必殺すげえな。ちょ、たたりめ演武がマジかすれるわ本当に。まあ、とりあえずアクロバティスターでもやっといて、で、どうせこれメイブやっとくかこれで、おいしょい、あ、いいダメージ、あ、いからの、あ、もう一丁遠距離からできるっていうのはまあ結構いいかもしんないな。まあでもこれちょっと待って、これ死ぬかもしれん。で、大丈夫、とりあえず俺が、いや蘇生と、あ、大丈夫か、これ、いや生きてる、なんとか生きてる、ナイスナイス、あのアクロバットスターマジでナイス。なんか石割れてんだけど、ふざけんね、これ石割ったつもりが全然あの元から割られてた、最悪だろ。ちょっと待って、どうしたらいいのこれ。とりあえず、あ、死ぬねそれね。とりあえず、まあ、こうしとくか、こうしといて、 あとはよし、いいぞ、うまいことうまいこと回避していけ、これで、よし、いい感じじゃ。まあ、とりあえず大丈夫、デスマスターが最強なんで。で、俺死ぬねこれね。まあ、とりあえず防御でなんとか生きていられない。刃の防御すればよかったわ。まあそういうこともある。で、あー、うち、なんかいろいろ死んでいくけど、とりあえず今やっていろいろ、まあ感想としては、たたりめ演武そんな強くないっすね。まあサブロック18、1800ダメージぐらいか。まあなので正直火力としてはかなり微妙なんじゃないかなと。まあちょっと一つ分かったことがあって、これちょっと扇弱えわ。いや確かにいろいろ状態異常かかる敵っていうのは、まあ、確かに扇強いのかもしんないけど、ただ結局なんかもろもろ入る敵っていうのは要は弱い敵じゃないですか。そうなったらなんだろうな、もうすぐ終わっちゃうし、で強い敵になれば、まあ、ブーメランの方がいいわけだし、そう考えるとちょっとなんか難しくね、扇の使い勝手というか。いや、ちょっとあんまり強くしすぎちゃうと結局またね、ブーメランじゃなく今度扇ゲーみたいな感じになっちゃうんで、そこはまあしょうがないとは思うんだけど、にしてもなんかもうちょっとたたりめ演武強いかと思ってた。あ、でも扇乱舞に関しては結構いい火力出るかもな。まあ、5、6、3000ダメージぐらい、3000ダメージか。まあでも遠距離からできるってことを考えれば、まあ、悪くはないかもしれんな。あとは骸骨とか頑張ってますね。ちょっとデスマスター、ちょっと待って、どんどん死んでくんだけど、どういうことだこれ。よし、とりあえず、よし、蘇生して、で、あ、やばい、これはちょっと防御して、あ、でもあれだ、あの、ハッスルダンスのね、射程っていうか、範囲がめちゃめちゃ広いんで、だから、めっちゃ遠くで、これ、ハッスルダンスやるとするじゃないですか。通常回復しないところも、これであれば回復できるっていうね。まあ、でもちょっとなんか、思ったよりも、あそこにあるニードルマンは、ギリギリ回復届きますね。まあ、だから回復の範囲的にはかなり広いって感じか。あ、とりあえずなんか今ショック入ってて、毒も入ってて、ボミオスも入ってる。この状態でとたたりめ演武間に合うかな。ほら、うーん、だとしても、まあ、ね、2つちょっと微妙っすね。3つ入ってたとしても微妙か。あ、でも骸骨結構強い。骸骨がなかなか今いいダメージ出してましたね。あ、生きた、ショック与えた。あ、生きた、骸骨強に来ましたよこれ。じゃあ骸骨さんが900ダメージ、900ダメージ。で、結構行動感覚の方は、兜割りとかやってる。まあだから、結構骸骨強いかもしんないな。まあ、だってこれ解放したら900ダメージぐらいでしょ。それが2匹いるんで、まあ合わせると1800ダメージですよ。もうそれが5秒おきに1800ダメージなんで、そう考えると、悪くないかもしんないですね、骸骨に関しては。まあただ結局そのデスマスターをどこで使うかって話になった時にまたちょっとね微妙な感じになるんで、まあ、それはまあ置いといて、まあ、いいぞこれ、扇乱舞はいい感じ。まあ、ただちょっと畳み演舞がガチで悲惨っていうか、期待外れすぎるわ。なんだこれ、え、これ状態異常とか入っててこれですからね。っていうことは当然デルメズとかになってくると、せいぜい入るのは毒ぐらいなもんなんで、
いや、もう多分300ダメージぐらいになるのかな。300×3 みたいな。多分そんな感じになっちゃうかもしれん。あ、これ状態異常なくなった。この状態だとどれぐらいなんだ。いや、うわー、微妙ー。なんか状態異常入ってても入ってなくてもなんか微妙な感じする。ちょっとな、骸骨がなんかゲノムデビルの方に攻撃しまくってたんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、めちゃめちゃゲノムデビルにめっちゃ攻撃しとるから、どうなってんだこれ。いやマジで、あの AI は終わってんな。火力に関してはね結構いいんだろうけど、いやただ AI に関してはガチで終わってる。やべえわ、ちょっとマジでなんで向こうに攻撃すんだよ。また百花繚乱とかね、この辺が魅了入るっていうのはいいんだけど、まあ、ただボスになれば魅了なんて 100% 効かないんで、うん、これが果たしてどこに向けての状態異常なのか。とりあえずボロボロやるけども、トリックゾーンやろう。トリックゾーン、はい、これで、はい、3000ダメージ。まあ一つ分かったことがある。これ結局こういうことだわ、こういうこと。あのブーメランで攻撃した方が味方の火力も上げられるし、単純な多分火力に関してもたたりめ演武ぐらいは出ると思う。例えばこのデュアルカッターとか、これなんかは2000ダメージ、まあ、レボル入ってると出ますね。でデュアルブレーカーなんかはレボル入れた後だと4000ダメージですよ。まあ、っていうことは扇が勝ってるとこで言えばハッスルダンスの距離がちょっと伸びるぐらいなもんで、それ以外は正直なんかあってもなくてもってレベルな気がする。ちょっとなんか悲惨ですね。なんだこれ。まあ、とりあえずアクロバットスターでもやっとくか。もうとりあえずレボルが使えるっていう時点でね、いやまあまあブーメラン最強なのかなって感じはしますね。まあ、とりあえずレボル入ってない状態でのデュアルカッターが、あ、いい火力出ますね。まあ、テンションなしだったとしても今1500ダメージぐらい出たんで、結局たたりめ演武やるよりブーメランで攻撃しまくってた方がいいということ、間違いないっすね。ちょっとマジで、え、待って、扇終わってね、扇マジで終わってますねこれで。一定時間経過するとね、このレボロスライサーが使えるようになるわけですから、はい、これでダメージがね、敵に与えるダメージが上がるっていう。はい、これフローズバンドとかやれば、おい、いい火力で、デュアルカッターとかやっちゃえば、はい、これたたりめ演武って何ですかみたいな感じのね、もうたたりめ演武3個分ぐらいの、そんぐらいの詰まった火力が出せる。だから骸骨やっぱいいな。あ、いいね、ダメージ完全ガードで、それで、はい、まあ、5秒期ぐらい、4秒か4秒期ぐらいにいい火力を連発してくれる。であとは扇と違って、あ、ロボロスライサーよろしく、いいダメージ。もう結果的にね、パーティー全体の火力を伸ばした方が絶対いいんで、いや、ちょ、マジで扇終わってますね。まあ、あとは最後に治療ごとにどんな感じなのかっていうことで、そちらを見ていきたいと思います。はい、それではね、まずはこちら骸骨を見ていきましょう。骸骨召喚して、であとはまあ最大火力見たいんで狩猟の導きも使っちゃいましょう。でこれでそうすると、まあ通常時でまあそんぐらいですね、まあ350とかそれぐらいですね。で続いてゴースト、こちらも見ていきましょう。まあどうだ、イオラとかやってますが、まあ、まあまあそんなもんでしょう。骸骨と同じぐらいの火力、まあ、ただ呪文詠唱しているんで実際にはどうなんですかね。コマンド回数的にはまあ多分骸骨の方が多いのかな。ただ狩猟の騎士に関してはこいつはなんか勝手にカバウとかやってくれてますけども、なんか特に意味がない。で続いては解放とかやってみましょうか。であとはちょっとデスパワーとか奪っちゃって、これで半分ゲージ溜まるんで、あ、いいっすね、めちゃめちゃ快適やん。骸骨を召喚しまして、よし来た。でここでデスパワー解放、これで30秒間無敵になる。であとは狩猟の導きとかやって、まあでもいい火力出てますね。導きしたんで多分これで結構いい火力が出るはず。はやぶさ斬りとかやってる、おお結構いいじゃん、結構いい火力。はやぶさ斬りの単発がなかなかいい火力出てたような。800800、まあ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 、なかなかなんかレベルとか上がると狩猟も強くなるのかわかんないけど、とりあえず今の段階でまあこれぐらいの火力は出ていると。まあ、だからとりあえずほっといても結構いい火力は出してくれるっていうことを考えると、まあ結構ありな気はする。治療の導きとかもなんかそのまま残ってますね。呪いとかもかけてくれるんで、まあいろいろ副作用というかその辺も結構ありがたい。まだゴーストとかを見てみましょう。これゴーストやって、でこれでデスパワー解放やれば、よし、これで OK。
また資料の導きを使いたいんだが、いや、ちょっとギリギリいけそうだ。よし、何度か入った。資料の導きがギリギリ入りました。あ、まあ火力的にもまあ結構いいっすね。まあでもなんかこう考えるとやっぱちょっと遠距離から連続で攻撃できるゴーストが最強なのかな。火力面に関してはやっぱ属性耐性がある敵に対しては、まあ、ちょっと骸骨の方がいいのかもしんない。基本的にはゴーストがいいかもしんないですね。敵の守備力によるって感じでしょうか。また鎧の騎士に関しては別に攻撃力が上がったりとか、まあ多少はあったんだけど、基本的には HP とかなんかその辺が上がったってだけなんで、まあ今回強化された旅芸人とデスマスターはこんな感じでした。ということでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは旅芸人とデスマスターがどれぐらい強くなったのかということで見てみました。まあデスマスターはね結構強化入ったかなとは思うんだけど、ただ旅芸人に関しては本当に期待外れというか、たたりめ演武が強化っていうか新しく追加されてデルメゼで席が出てくるんじゃないかみたいな考察が結構ありましたけども、ただ実際使ってみるとデバフがあってもなかろうがなんかそんなに火力、まあ、結構変わるんだけど、そもそもの威力が弱すぎてマジで話にならないっていう。弱い敵になればデバフっていうのはたくさんつくかもしんないけど、ただ弱い敵にそこまでする価値はあるのかっていうことで考えると、いやーちょっとマジで誰得なのって感じはしますね。ハッスルダンスの距離が伸びたってことに対しても、まあ、それが役立つのはどこなのかって話にもなるし、ちょっと難しいところです。というわけで、皆さんの意見もぜひともコメント欄の方で教えてください。今回の動画がためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。